はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、これをご紹介したいと思います。はい、はい、これはですね、納得の納豆って書いてますね。はい、上にはですね、小鳥、小動物の栄養補助食、自然派宣言って書いてますね。納得の納豆、ヘルシーおやつ、15g、ちょっと少ないですね。はい、特徴がですね、ビタミン、カルシウム、鉄分を豊富に含む、ひきわり納豆をフリーズドライにしたヘルシーなおやつですと書いてありますね。ちょっと絶対わかんな。小鳥、ハムスター、リス等の小動物に与えいただけますと書いてありますね。納得の納豆 15g、税込みで321円とで、ちょっとお高いですけど、ちょっとこれを早速ね、与えてみたいと思います。手に出してみましたけど、すごい納豆の匂いがしますね。これなんかピーナッツを砕いたような感じですね。はい、早速これを与えてみます。納豆の匂いかな。おい、食べるのかな。なんか食べてるかな。食べてるな。この子は食べてますよ。僕ね、納豆嫌いなんでね、あんまりこの匂い好きじゃないんですけど、ちょっと試しにね、買ってみちゃいましたね。好きな子と嫌いな子分かれるのかな。みんな来ましたよ。ちょっとね、見にくいんで、ちょっと変えちゃおうかな。ちょっと出て、はい、ごめんね。はい、これでやっていこうか。ちょっと見にくいんでね、この木の上に乗しちゃいましたね。周りの種を入れてみましょうかね。ひまわりも、ね、入れてしまいましたよ。どうだろう。おお、群がってきましたよ。納豆を食べて、納豆どう見てもひまわりですよね。納豆は食べてないよな。食べてるっていうよりね、これね、落ちちゃってますよね、納豆はね、ほとんど。
はい、ちなみにね、これ塩麦ですね。塩麦与えるとこうなりますね。争奪戦ですね、もうね。納豆とはね、雲泥の差ですね、これ。はい。はい、といったわけでね、うちの子は納豆はほとんど食べてくれませんでした。また興味ある方はね、ちょっと試しに与えてみるのもいいかと思いました。ビタミンとかカルシウム、鉄分を含む、豊富に含むって書いてありますんでね、乾燥した納豆を与えるのも栄養バランス取れてますので、もし食べてくれるなら健康にいいかと思いましたね。はい、それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。